前半カードはよくインディーが決まるそんな水面でしたが、ここに来て6レース7レースと5コースからのまくり差しがよく決まるようになってきたシリーズ初日の水面です。ただあれだけ強弱をつけて吹いていた風、ピタリとこの時間帯は収まっています。空中戦の旗下を向いている状況です。終盤へ向かうシリーズ初日、水面上第8レースの予選競争です。なおこのカード2号艇で出場予定でした太田克也、前半レース負傷のため欠場、このカード5艇での競争です。1番2番3番4番5番6番です。予選競争の第2レース、スタートしました。内側に手と3番5番あたりが出しが効いた1番5号艇が覗いてきた。小黒龍号1号艇ブロックを決め、1号艇の鈴木茂隆、3号艇まぐり座新ジェンジ、2号艇ボートが浮かんで切り込む線、おっと少し6号艇の加藤圭太、なんとかこらえるかどうかというところも、これはどうやら沈没気味となってしまったのか。スタート前提正常でした。なおお知らせいたします、6号艇6号艇の加藤圭太選手、残念ながら失格です。1番6番2番3番4番5番です。スタートしました。6番3番4番5番4艇が好タイミング、6号艇覗いた6号艇の赤岩受賞がまくっていく展開、そしてスピードを保って4号艇切り込む旋回、北山康介、2号艇の小黒もコンパクトにくるっと回していてバックへ入ったが、北山康介のまくり出し、先に攻めた6号艇の赤岩義雄、後方から5号艇の伏瀬島、2号艇の小黒龍光、スターター前提正常でした。4号艇の北山がトップで回る、6号艇の赤岩ついて、おっと5号艇サイドがかかりすぎて落水アクセントか。2番3番激戦状態の3番手争い、なお残念ながらお知らせいたします、5号艇の伏瀬島雄介選手、残念ながら落水かアクシデント失格に敗れています。4号艇に上艇予定でした山崎誠二選手がこのカードを欠場、変換となっている5走立ての戦いで予選特勝競争9レースを迎えています。開催の5日目準優伝の対戦カードは前半ラストになります。第6レース一般戦を迎えました。なおこのレース4号艇に上艇予定でした山田理央選手、負傷のため欠場となりました。4号艇の山田欠場でこの6レースは5艇立てとなります。1番2番3番5番4番6番1秒前、今スタートしていきました。
コースタートはインコースから1号艇、ダッシュ勢角から4号艇が出てって絞ってって1マーク、まずはまくっていった4号艇の三浦啓太、インから応戦する1号艇がくるっと回って懐2号艇で、あとは5番3番6番、さあバックスレッチは逃げる1号艇の三浦、まくっていった4号艇と1番と4番と両者がトップラスになっています。その後ろ水が出て2号艇の山本、あとは3号艇5号艇6号艇の順、なおスタートは正常でした。さあ第2ターンマークのトップラスには1号艇の三浦がコーナーを先取り、追ってきてきた2号艇で差し返してくる4号艇、1号艇振り込んでアクシデント、先頭にはここで4号艇の三浦、そして2番手争いは1番と2番と3番が接戦です。さあ現在先頭は4号艇が抜け出しています。第6レースは1号艇の三浦角斗が失格となっています。1番2番3番4番6番5番2秒1秒今スタートしていきました。お知らせいたします。第7レーススタートにきまして、フライン欠場艇があるかも分かりません。船券は大切にお持ちください。第7レースは2号艇の長岡亮也、4号艇の岡部隆がともにフライング返還欠場、2番4番に関する船券はすべてお返しいたします。大キック、最終日4日目の競争、この時間帯も横風中心の水面状態で予選競争の8レースが始まります。なおこのレースは3番の太田和美、火事都合のため欠場となります。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。予選競争第2レース、センター勢がスタートを決めていきました。その後は1号艇、そして4号艇、3号艇出ていく。1号艇深沢逃げる、まくるのは3号艇の小林邦彦、続いて2号艇、6号艇、4号艇、向こう正面に入りました。先頭は3号艇の小林が一歩リードを奪っていく。スタートは前提正常でした。先頭3号艇小林邦彦、追いかける6号艇下田と1号艇深沢、一種の2マーク、3号艇の小林がトップで旋回してくる。さっす6号艇は下田哲也、握った1号艇は深沢辰典、3号艇の小林に6号艇下田が届きました。6番と3番が並走となりました。6号艇の下田対3号艇小林が接戦、その後ろから1号艇深沢も追走。1マーク、さあ先頭争い、6号艇下田に対し1番待って、3号艇小林の差しを遅れてしまった。先頭は6号艇下田哲也です。6号艇下田が先頭、水が空きました。2番手が3号艇小林文彦、追いかける1号艇深沢辰典です。レースは2周2マークの旋回へと向かいます。先頭は6号艇下田哲也、2番手3号艇小林に対し1号艇の深沢股間外を行きましたが、2番手は3号艇小林リードを広げました。3番手が1号艇深沢です。上の3手631、4番手が2号艇野口和弘、5番手が4号艇桂林博士、最高峰が5号艇宇都康成です。先頭6号艇下田哲也が最後のバックへ、2番手が3号艇小林文彦、3番手は1号艇深沢辰典、最後のバック上の 3.631 ですが、その後ろから2号艇が追走状態です。なお1マークでは一定アクシデント発生となっています。5号艇宇都康成は落水のため失格、5番が落水失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。予選競争第4レース、1コースから4コースまでがほぼ揃っていきました。1周の1マーク、1号艇の原田が逃げる、3号艇の池田浩二が外を攻めていった。さす2号艇は石川由孝、向こう正面は1号艇原田が先頭。スタートは前提正常でした。1号艇原田が先頭です。2番手3号艇の池田、その内を取っては2号艇石川も上がっていく。1周の2マーク、先頭は1号艇原田裕二、2番手は2号艇石川が先に回ってきた。さした3号艇池田浩二が2番手をリード、3番手が2号艇石川、その後ろから4号艇段が追走です。2号艇石川にさ4号艇の段が閉鎖空きがかかっていくか。レースは2周目に入っています。
2周目の1マーク、トップで旋回は1号艇原田裕二、2番手が3号艇池田浩二、3番手は2号艇石川義孝がキープして向こう正面です。上の3艇は1番3番2番です。その後ろは水が空きました。4号艇段翔太、6号艇高山慶吾、5号艇内山文則です。2周目の2マーク、トップは1号艇原田裕二、2番手3号艇池田浩二、3番手は2号艇石川義孝です。上の3艇は1番3番2番の体型です。レースは最終周回に入っています。予選競争第4レース先頭、1号艇は原田裕二です。インから逃げていきました。1号艇原田裕二が先頭で最後のラックです。2番手が3号艇池田浩二、3番手は2号艇石川義孝です。上の3艇は1番3番2番です。1、3、2、3連単の圧は 11.5 倍を指しています。最終ターンマーク、トップで戻ってきました1号艇原田裕二です。2番手が3号艇池田浩二、3番手は2号艇石川義孝、なお2マーク付近ではアクシデント発生。先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、なお2マークではアクシデント発生となっています。なおこのレース6号艇高山慶吾が転覆のため失格、6番が転覆のため失格となりました。アウト5号艇の子が6号艇森清で枠張り3対3スタートしていきました。2番3番4番がスタート先行、若干後手だった1号艇の大崎は1マーク先行体制を取りますが、外3番6番はアクシデントになりました。3号艇はまくり出しに向きました。そして4号艇の前でも差して内の方に入っていきました。これで4番と3番トップ争い、後方2番5番1番です。スタートは前艇正常でした。なお6号艇の森清は1周の1マークにおいて転覆のため失格です。